こんにちは、こんばんは、はじめましての方ははじめまして、ボサノバやサンバ、ブラジル音楽を弾き語りしているアベカヨコと申します。本日は、マリア・ジョアンナという曲を、演奏していきたいと思います。マリア・ジョアンナはですね、だらん、私の最初のアルバム、メイア・ルイス・ウス・アカリというアルバムの中にも収録されている曲で、シドニー・ミラーという人が作った曲です。とても軽やかな曲なんですが、言ってる内容が結構、あ、すごいっていう、ヘビーですねっていう感じの内容なんですけれども、かいつまむと、ちょっと貧乏暮らしをして、人生に悩んでる、こんな人生変えたいと思ってる男性がいて、その人はマリア・ジョアンナさんと一緒に住んでるんですが、マリア・ジョアンナさんはお金持ちなのに貧乏のふりをして、そして人生に私は勝ってやる、勝ってやるって言って、お買い物に行ったっきり戻ってこないと。一体何があったの、マリア・ジョアンナさん、お金なんかでは絶対幸せに君はならないよ、という結構辛辣な内容の曲です。こんな軽やかな可愛らしい、曲にこんな意味があったとはって最初聞いた時にびっくりしたの、新鮮というのかな、ドキッとしたのを覚えています。ということで私のアルバムにも入れてみました。じゃあマリア・ジョアンナという曲、ぜひ聴いてみてください。Não sei se vai voltar.